はい、おはようございます。長野保健所と長野市の保健所共同設置するなんてお話がね出てきてます。これについて小泉は慌てる必要ないから慎重にやろうね、そういう立場でものを言わせていただいております。で、ね、長野県の保健所が今までやってきたこと、須坂市に須坂保健所があった、支所にして廃止しました。で、筑波にもね、高所保健所があった、それを筑波支所にして廃止した。で、四ノ井にも松代にもあった、それも廃止した。で、そうやって自分でね、長野県は保健所次から次へとリストラしてきたんです。で、その挙句が飛び地になっちゃって、長野市の周り、長野県の保健所の管轄区域、やりにくくてしょうがねえから、長野市と長野県の保健所を一緒にやらせてくれよ。おかしくないですか。飛び地にしたのは誰なんですか。長野県でしょ。須坂市の保健所潰し、高所の保健所潰しでね。だけどその時長野県が何て言ってきたかっていうと、非常に欺瞞的です。そうすることが保健所で支所として廃止しちゃった、そういう風にすることが住民にとってもいいんだっていうことを長野県は言ってきた。よくわかんないですよね、理屈が。どういうことかって言えば、須坂や千曲のね、支所に保健師さん2人や3人置いてたって、そんなの力にならないよ、組織としての。だからね、長野県の保健所、県庁の近くの裾花川沿いに、あそこにみんな引き上げてこよう、あそこに集中的に保健師を置いて運用しよう、そうすれば組織的、組織的なパワーが出せるじゃないか、その方が千曲にとっても須坂にとってもね、いいんだよってことを長野県は言ってきたんですよ。それが今になってね、いやいや、やっぱり飛び地になっちゃってうまくいかねえから、長野市の保健所と共同設置して、この飛び地の不便を解消しましょうなんてことをね、言い出している。おかしくないですか。それ飛び地が増えちゃったからやりづらいなんていうのは、そこの出先機関廃止したのは失敗でしたって長野県自分で認めているってことです。長野県がね、保健所長野市と一緒にやりたいって言うんであれば、保健所をそうやってリストラしてきた、それに対する評価、長野県はどう考えるのか、今の状況どういうふうに検証しているのか、そこから始めなければいけない。そうじゃないとね、同じことが長野市の中で繰り広げられたらどうするのか。長野市はね、保健所の出先、保健センター中と2カ所あります。こういったね、拠点の数、中核市としてはね、抜群に整備が進んでいるんです。長野市は頑張っている。だけど長野県がそこに部活が入ってきてね、いやいや、長野市こんなにいっぱいね、出先作ることないんだよ、保健所に集中配備、一点整備、それがうまくいく秘訣なんだからなんて、自分のこと無反省にね、進めようとしてきたら、長野市が取ってきた政策無駄になってしまうんですよ。長野市の保健所の、ね、人もね、そんなことないですよって言っています。メリットないです。で、例えばね、人事交流が検討できる、それがメリットでしょ、何を言っているのか。専門職はね、保健所の医師、獣医師、保健師、薬剤師、臨床検査技師、こういった方々、保健所の業務の腕を磨くのは、ここ長野市が長野県においてはね、ベストな町なんです。だから長野県の人事交流すれば長野市にいいことがある、そんなことない。じゃあ長野県にとっていいことがあるかもしれない。だから長野市にとってはね、そんないいことないですね。で、長野県はね、長野市と保健所一緒にするって言ってるんなら、住民にとって何がじゃあメリットなんですかっていうことをね、きちんと示していただきたい。
示せてないですよ今。全部役所の都合で言ってます。県庁の都合です。飛び地のこともそうでしょ、それ人事交流のこともそうですよ。長野市民にとって何がメリットなのか保健所一緒にしてそれをきちんと示してください。長野県庁で今ね、住民の声っていうものを全く聞かずして、この県と長野市の保健所共同設置しようっていうお話が進められようとしてますよね。これについても非常に疑問を持っている小泉一馬。今ね、長野家と長野市だけじゃなくて周辺の市町村も合わせてね、春日町とか立ち熊市とかそういったところも合わせて、じゃあどういう風にすれば保健所の共同設置にうまくいくんだろうね、そういう検討会議開いています。これね、何の権威があるのか非常に疑問です。だって住民参加も認めてない、議会のチェックも聞かないところでそんなことが一方的に話が進められている、こんなことがあっていいんですか。長野県は長野市を見習っていただきたいことは、保健所の犬猫の殺処分の数の少なさです。これ長野市ね、全国の中でもダントツに犬猫保護動物の処分の率が低いんですよね。で一方の長野県はね、全国の都道府県の中でも凡庸な成績、真ん中あたりです。長野県が今まで何をやってきたのか、それがどう失敗したから今の状況になっているのか、リスクが進めすぎちゃったから飛び地になっちゃったんだよと、当たり前のこと。長野県議会はね、もうちょっとそこをちゃんとチェックしていただきたい。いや、長野県の保健所は長野県の保健所でいいところもあります、それはね認めなきゃいけない。長野県の保健所は生活保護もやっている、保健福祉事務所っていう名前になってます。保健所と福祉事務所合体して保健福祉事務所が長野県のやり方です。これはね、生活保護を受けている方が体が弱い方、それから心にね問題を抱えている方、そういう方もいらっしゃる。でそういう生活保護を受けてらっしゃる方々の自立に役立つから、保健所と生活保護の福祉事務所一緒に連携強化しましょう、一緒に保健福祉事務所にしましょうっていうことで、だけどやっぱりうまくいかないから切り離して、長野県は長野市の保健所と一緒になるけど生活保護世帯のことはじゃあどうでもいいんですかって、そこをきちんと説明していただきたい。県民に対してどのような説明責任を果たすつもりであるのか、長野県は長野市と長野県の保健所共同設置、保健福祉事務所の福祉事務所機能はどうなってしまうのかということ、きちんと説明していただきたい。どう考えているのかって、長野市、長野県の県政に巻き込まれちゃダメだ、本音を出してけよってことをね、小泉一馬は申し上げていきたいと思います。